これが、はその、鉛の板い。でうん。すね。結晶化してるじゃないですか。これも顔料とかじゃないですよね。では、鳥越さん。シルバーホワイトについてお話をしてたんですよね。で、こちら、シルバーホワイト。で、まあ、いろんな名前があると言いまして、レッドホワイト、ですね。鉛のホワイトっていう意味ですが、シルバーホワイトが何からできてるのかっていうのから、ちょっと、話してみたいかなというふうに思います。まあ、シルバーホワイトっていう名前は、もしかしたらあんまり良くないかもしれませんね。ちょっとね、もともとは、だから輝くような白っていう意味で、という説明、付けられたっていう説明はたまに見たりしますけども、はこの間もちょっと説明したように、ブランダルジャンっていうフランス語から来てるんですよね、い。おそらく。はい。はい。ダルジャン、アルジョンっていうのが銀ですから、はい。ブランが白で、だから、そのまま漢字にしたら白銀とかになるんでしょうけど、まあ、こっちの方がわかりやすいですね。レッドホワイト。日本だけですからね、シルバーホワイトって言ってるの。この間も表にあったように、一社だけがシルバーホワイトっていう名前使ってましたが。海外ではね。で、この、油絵を、絵の具の色を代表するような、この、シルバーホワイト。こちらがまず、まあ、大変古い歴史があって、古くから使われていて、それで、まあ、今日でも使われているというわけですが、それが何からできているのかというのをちょっと、紹介したいと思います。まあ、鉛からできてるんですけどもね。こちらが鉛の板です。1ミリ圧ぐらいですか？ 1.5 ぐらい。1.5ぐらいですね。鉛って不思議なこう金属ですよね。すごく柔らかいんです。そうですふにゃね。ふにゃってふこにゃふにゃう、ふしにゃて。ふにゃするんです。そうですね。加工しやすいし、重たいですよね。はい。で、昔からいろんなものに使われてますよね。水道管とか、あとは、まあ、食器っていうか、なんですよ、やかんみたいなやつとか、いろんなものに使われてるんで、こう、鉛中毒のせいで、ローマ帝国が滅んだ説まである。そうですね。滅んでも関係ないと思いますけどもね。で、ここからシルバーホワイトが取れるんですが、これ、手に結構つくんですよ。触ってると。なんか、黒っぽい感じのやつがね。こちら、筆記用具にもこうなるんです。文字通り鉛筆なんですけど、鉛筆みたいな線がこう引けます。鉛筆は鉛じゃないです名け前ど。はないですね。グラファイトの。でも、色はとっても似てます。ただ、ちょっとね、消しゴムではなかなか消えないんですけですよね。ど。で、これを、ペン状に、加工したものがスタイラスって言って、昔の筆記用具でした。鉛筆ができる前。鉛筆の元にな、元というか、ご先祖みたいなもんですよね。そうですね。博物館の中に行きますと、昔のスタイラスの、実物が残ってて見れたりします。で、実際には、まあ、鉛、オンリーじゃなくて、鉛と錫をこう混ぜてたりしますかね。鉛ではちょっと柔らかすぎ、鉛ですよだけね。ではね。まあ、錫も柔らかいですけど。英語で言うとピューターっていうやつが鉛と錫の合金ですよね。フランス語で言うとエタンになりますけども。そういった食器が大量に、まあ今でも、骨董品で多く出回ってますけど。で、チェンニーニの、技法書にも、鉛と、まあ、錫か何かの合金で、この筆記用具を作るっていう、技術がなんかあったと思います。ですから、鉛筆の、
歴史っていうのは割と、最近なんですよ。まあ、それはともかくとして、この、大変、有用な鉛という金属。あんまりこう、高級な金属とは思われてないですけどもね。で、こちらを酸性の蒸気に当てると、こう、白い物体がこう、吹き出してくるんですね。表面に。まあ、言ったらサビみたいなもんですよね。はい。まあ、鉛に酸性の蒸気を当てれば、白い顔料が得られるということで、大変古くから、あるというわけです。で、こちら、例えばですね、昔の記録に残っているものでは、はい、古代ローマ時代の建築家のヴィトルビウスという人が書いた建築理論書みたいなものに、実は、こう、顔料の作り方も結構たくさん書かれているんですよ。中世ぐらいまでは、まあ、建築と、こう、絵画は一体みたいなもんですよね。なんつってもね。で、漆喰の作り方とか、顔料の作り方も、まあ、一緒に述べられるわけです。まあ、今まで何回か登場してますよね、動画でも。はい。イトルギウス。あ、登場してましたっけ？いや、まあ、名前だけだったかもしれないけど、なんか、はい。何回かあったような気がします。言ったかもしれませんね。イいや、トヴィルトギウルスビウか。スは大変重要な人物です。特にルネサンス期とかにはね、すごいたくさん読まれたんですよ。ヴィトルビウスの建築建書。築書、翻訳、日本語版も出ております。で、これ、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの素描ですよね。ヴィトルビウスの比率を、理想的な比率っていうのを、で、人体をこう、ちょっと描いてみたという。で、ヴィトルビウスの本は、まあ、古代ローマ時代に書かれた本ですから、ルネサンスの頃は、すごい、こう、ありがたがって読まれたわけです。大体、紀元前ちょっとぐらいの人ですけども、古代ローマ時代にどれくらい読まれてたかはちょっとわからないんですが、その後すごい、今、ルネサンス期とかに読んでたんですね。昔、12世紀ルネサンスの話しましたよね。その前にも、こう、カロリングルネサンスっていうのがあったんですよ。カロリングルネサンスっていうのは、こちらのカール大帝の頃の話なんですけども、12世紀ルネサンスの方は、アラビアとか経由で、古代ギリシャのアリストテレスやプトレマイオスの書物が翻訳されて入ってきたという時代でしたけれども、こちらも文献を非常にたくさん残したということで知られるこの、まあ、ルネサンスです。9世紀ぐらいですかね。8世紀から9世紀あたりで。で、このカール大帝、まあ、初代のローマ、神聖ローマ皇帝じゃないかというふうに見られておりますけれども、まあ、すごい王様がいたんですよ。で、当時あった古い書物を、まあ昔は印刷技術なかったですから、写本として写してたくさん残したと。で、本の作り方なんかもこの時にこう、だんだんこう出来上がっていくんですね。まず、まあアルファベットにこう小文字を付け始めたのもこの頃。非常に読みやすくなって、で、本もコンパクトになると。まあ冊子状の本も主流になるのもこの頃と。この時に写して残されてなかったら、多分、ヴィトルビウスの書物も伝わらなかったであろうと言われております。で、そのヴィトルビウスですけどもね。では、延泊のところを見てみましょうか。第7章、第12章。延泊及び我々が6章と読んでいる銅の錆について、それがどんな風に整えられるかを述べることは無駄ではない。ロドゥスでは瓶の中にブドウの枝を置いて酢を注ぎ、この枝の上に鉛の塊を置き、ついで閉じ込められた木が散逸しないために、それを蓋で密閉する。しばらく経ってからそれを開けると、鉛の塊から延泊を発見する。同じ方法で青銅の板を置いて、六章と呼ばれる銅の錆を作る。はい。延泊だけじゃなくて、ちょっと六章に、人工六章についても述べられてますが、まあ、同じことを、作り方は一緒なん
ですかね。はいはい。まあ、ともかく煙白、非常に単純にこう、うん。書かれておりますね。まあ、瓶の中に、ブドウの枝っていうのがちょっとよくわかんないですけど、まあ、ブドウの枝は、巣に落っこちないようにとかじゃないですか。うん、ちょうどいい位置に、鉛が来るように、うん。浮かせるためのスペーサーなわけですね。で、お酢を注いで、鉛の板をぶっこんで蓋をすると、はい。そうすると白くなるよっていうことですね。はい、まあ、お酢の蒸気で、要するになんか酢酸の蒸気でもって、鉛の板に反応させるっていうことですよね。はい、まあ、これは古代とか中世の本によく載っている煙白の作り方です。はい。で、私、ちょっと、こう、真似をして、こうやってみようと思ったんですが。うん、まあ、これはお酢っていうかビネガーですね。うん。ワインビネガーですか。ワインがさらに、ワインを、そこに暖かいとこで、うん。ほっとくと酸っぱくなってくるんですが、うん。はい、はい。それビネガー。うん。で、ブドウの枝の代わりに、100均の適当な器を、うん。ああ、器、卵かなと思った。卵だったら、ブヨブヨの卵ですね。でこんな感じで、置いときましてね。うん、これ容器はガラス容器ですか？容器はガラス容器です。うん、はい、中の状態を観察したかったので、うんうん、ガラス容器にしてます。はい、こうすると、こう、徐々に白いのが吹き出してきて。うん、綺麗ですね。そうですね。うん、でこういうのが取れると。はい、うん、なんか、すでにペースト状ですね。うん、まあ、お酢の蒸気がこう出てきて、うん、濡れてるのかもしれません。うん、乾けば、こう、カサカサのやつがこう、なりますけども、うんうん、これが煙白ですね。非常に簡単に取れます。期間はどれぐらいなんですか？これ10日ほどですね。なんかアイスの棒みたい。舐めたくなってきちゃいますね。ああ、そうですね。鉛とかを甘味料として使ってたって言いますよね。ああ、舐めると甘いらしいです。ベートーベンがワインが好きで、うん、で当時ワインの甘味料に鉛が使われてたということで、うん、それで耳が聞こえなくなったのはそのせいじゃないかというのが最近の有力な説ですよね。ああ。で、ちょっと白いのに出てきたら安心して、はい、満足してしまって、うん、その後、しまって後をほったらかしになっちゃったんですよ。あ、とりあえず見えたかなということで。うん、で、こちら、久しぶりに、数年ぶりじゃないですよね。10年近く経ってるかもしれません。あ、開けたら死んでしまうとかないですよね。ちょっと開けてみますか。あ、お酢もだいぶ減ってるみたいですよ。ああ、煙白こぼれてきましたよ。ああ、なんか。これは器ですね。これが、その鉛の板です。結晶化してるじゃないですか。これも顔料とかじゃないですよね。ああ、なんか違う物質に変わって。変わってるんじゃないですか、それ。ちょっと行き過ぎ、透明感がありすぎて。はい、透明ですよね。まあ、皆さんは忘れずにちゃんと、見ときましょうということで、うん。やりすぎるとこうなるっていう。戻します。硬いんですよ。もうなんか、パリパリっとしてそうですね。中どうな、あ、毒ですから気をつけてください。完全に中身なくなってるんですね。もう鉛の板らしきものは何もないです。戻そう。面白いですね。あれ、今度油で練ってみてください。透明な乾燥促進剤になるんじゃないですか？もしかしたら。ああ、そうですね。透明で画面にも良さそうですね。うん、で、
このようにして、はい。煙白を得ていたわけです。うん。他にも白い顔料とかいっぱいありますが、まあ、前にも話しましたが、炭酸カルシウムとか大理石の粉とか、いろいろありますけども、油にで練ると、どうしても透明になってしまいますので、うん、まあ、使えるのはこの、事実上これがメインだったと、いうわけです。うん、はい。で、今、単純にこのお酢を入れた容器の中に、鉛の板を入れていたわけですけれども、はい、レンブラントとかね、油絵がこう、すごい流星する頃の、うん、時代には、まあ、馬粉を、も使って、はい、さらにいい城を作っていた、うん、とよく言われますよね。はい。まあ、俗にスタッコと呼ばれる章によって作られた煙白ですよね。まあ、今までの動画で何回か紹介したりもしていますけども。はい。それですね。何度も出てきて、今更言うほどでもないんですが。私は口酸っぱくこう、スタッコスタッコってずっと言ってますから。で、次回というか続きができましたら、そのスタッコ煙白の作り方とかね、実際に作ってるところや、練ったりなどの紹介もしてみたいかなと思います。はい。では、今日はありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。